今回やってきたのはオートファーラ上尾。オートレストランの数少ない生き残りで、おそらく都内から一番近いオートレストランだと思われる。ここでは懐かしの自販機が現役で稼働している。うどん、そばの自販機やトーストの自販機もあり、今やこれも絶滅危惧種。そして今回の目的はクレーンゲーム。なんとなんと中身は女性用の下着。機械の電源は自分で入れる。ある意味最高のエコ。気分は最高のエロリズムでパンティーゲットに指先が燃える。泣いた。生まれて初めて泣いた。
チョコレートかよ。超熱い。食のソフト麺のような